村上宗隆、オープンハウスにとんでもない要求をする。シーズン日本選手最多の56本塁打と2冠王獲得で贈呈が決まった3億円の家。トークショーでは神宮から15分くらいのところにあれば一番いいかなとにあり。願いは一つだけだ。家は落ち着く場所がいいので、リビングが広かったりとか、寝室が広かったりとか、でかい家がいい。またワンちゃん100匹くらい飼って、動物園にしようかなといたずらっぽく話した村上。3億円の村上御殿には夢が溢れそうだ。無理な多頭飼育はあかんすよ。外苑前から15分。桜新町とかか？ワイも買ってくれねえかな。お散歩サボる子はちょっと。つば九郎の家をビル化したら近くていいやろ。青山で土地買うってヤバくないっすか？東京で3億ってどれくらいの家なんや。